どいてクレヨン、クレヨンパラダイス。いやあ、瀬田圭介でーす。とりあえず、氷結の魔導石を15個手に入れました。その工程はカットしました。なんで、ここを開封していきたいと思います。使います。なんだろう、中身。あ、精霊の魔導石ってこんなところで手に入るんじゃ。どうりで全然敵がドロップせんなーと思ったら、これでいいんじゃ、これ。他のは他のももう氷結5個でいけて、英雄の指輪？何これ、なんか良さそうなんでできましたけど、良さそうなんで指輪ですって、これやな。ははは、つけたもの最強の力を得るやって。え、絶対これ、これノコノノノ王子をさ、ピエロのイヤリングとかいらんのじゃん。俺は英雄じゃ。そこを上げするんじゃ、これ。なるほど。これはいるわ。ピエロのイヤリングなんかつけてられるか。俺はピエロじゃない。英雄じゃ。英雄ピエロでもいいけどさ、別に。なんだろう、こっち。英雄のピアス、英雄のピアスまたできた。英雄のピアス。これか。最強の力を得るというもんが2つあってさ、最強2人ってさ、最強とは言わんぞ、それ。どうしようかな。でもこっちの方がいいか。明らかに2人分ってことで2人ともにつけろみたいな、そういう意志の表れがある。オードで回復するやつあったんやけどね、それのこだわりを捨てよう。でこれがもう壊せるけんこうなると。道は2つあるんで、とりあえず右行ってみるば。なんか平和いのがある。なにこれ、嫌だ、こんな道通りたくないでござる、嫌でござる。あ、こっちの方がおとなしいな。ああ、仕事なり。んお前、新入社、違います。新しく入った部下です。通してください。戦わんのか、お前。めんどくさがりじゃないか、お前。仕事放棄じゃないか。仕事だりで仕事してねえよ。うん、そうだろ。そうよな。通すわけにはいかないよな。でも通してくれ。正規ルートちゃうんかいな。正規ルートちゃうんかいな。嫁にもらったら飯でも食うかなって、飯食い始めたもん。うん、毒入ってるかな。嫁毒持ってる、関係悪かったんやな。毒もおるほど関係悪かったんやな。何したよお前、浮気ぐらいしたんかな。あー、おばあさん、俺おばあさん話しかけたらゲームオーバーになるっていう俺のジレンマがあるんだ。ジレンマっつうか方程式やな。方程式があるんじゃ。セーブしてきます。あいつ話しかける前にセーブしてきます。ここでセーブできもんね。よっしゃ、ばば、何が来ても俺は怖ないぞ。あ、はははははは。泊まらせてくれるんや。あ、これベッドかいな。何かなと思ったらベッドだったん、これ。なんだそ、滅びの歌歌われるかと思ったもん。だって過去のばばって結構滅びの歌を歌うやつ多かったもん。死神さんですら滅びの歌歌いよったけど、死神さんばばなんかな。ばばではないと思うけど、ばばだったんかな。わからん。てかさ、このベッドめっちゃ雪積もってますけど、こんなところ寝たらないわ、これ。風邪ひくわ。ボスの前で風邪ひくわ。正規ルートこっちだ。計画こいつら倒さなあかんの。しかも何これ、何これ、右側何かあるでしょう、パターンで。行ってみよう、右。あー、こいつら1対1は強いよ。こいつら1対1は強いからな。だが最強の、何やったっけ、最強のイヤリングだったか。お前も どうでもいいや。とりあえず最強装備つけたんじゃ。おいらは無敵、おいらは無敵。そうか、フレンダー HP の回復なくなっとんやな。オートのやつ消したけん。これ右行くわ、これは右行くわ。下行くに決まっとんだろうが、楽じゃこっちの方が。行け、どんどん殴れ。フレンダーでは倒したわ。オートの回復ないことを気をつけなあかんな。あー、なんかどっちもめんどくさい、どっちもめんどくさい。こっちの方が良かったパターンだったわ。
なんか騙されたわ。なんかアイテム一つぐらい置いてあるんかなって思ったら、そうでもないやん。そうでもないやない。ダイナマイト。なんかフレンドだばっか狙ってきよる。HP 回復のやつで、ね、取った瞬間フレンドばっか狙ってきやがる、こいつら。なんなのこいつら。フレンダラブの、フレンダラブの人たちかな。ラブフレンダの。要するに追っかけ。固まってんじゃねえよ。お前は固まってんじゃねえよ。倒れろ。早めに倒れろ、お前ら。早めに倒れろって言うんだよ、バカ野郎。多分倍速してる。多分倍速してるで。最小限の敵でいいや。全部倒す必要はないわ。倒してなんか意味あるんだったらいいんやけどさ。倒してなんか意味あるとかそういうのないもんな。ないと思われるもんな。倒せ倒せ。どんどん倒せ。どうした？進め進め。敵は何払ったでも進むのさ、バカ野郎。あ、フレンドがいつも山になってる。ヒーリングと。完璧。こういう、ここら辺のザコには。てか、ノノノ、やたらボケる高ない？食らっとるよ、食らっとるよ。HP なかなか減らんのやけど、どういうことなの？ノノノ、何があったん？もう大劇的な能力アップしとんねん。英雄のやつつけたからといって。好きだもんいいけど、フレンドやつつけたのに、フレンドよりもダメージ少ないこれ。何これ？なんか防具の力だけじゃないものがあるぞ、これ。絶対。ノノノ、何者やねん。さすが王子と言うべきか。進行補正と言うべきか。回復。よし、どんどん行け。ファイヤーファイヤー、我はファイヤーマシーンと名乗る時や。知らんけど。あ、なんか敵強なった？一瞬でないわ。行け、侍神剣。花木神剣じゃないからね。それは間違わないで。じゃあ、え？全体攻撃これ。違ったわ。全体攻撃っぽく見えただけじゃった。騙してきやがったゲームが。あれ？連続攻撃できんのかこれ。連続で使えんのかこれ。なんか必殺技急なんやな。2ターン空いたな。あれ？侍神剣使いようになっとる。え、これ一回きりのやつなの？え、そんな技ある？嘘。これ使いどころ、あ、難しいじゃん、これ。なんかすごいことある。ああ！またゆっくりのやつ！またゆっくりのやつ！なんかじじいおるよ。じじいおります。わしは梅じいさん。知らんがな。梅じいさんとか知らん。またなんか俺、あ、予想するぞ。こいつが梅じいさんだったらこいつは何だろうかな。桃じいさんにしとこう。桃、全然違うやつ。この本面白いからおにぎりじいさんに持って行っておくれ。おにぎりじいさんとかおる。本って何？あ、開いてもらう。開けんのかい。聞いたるやろ。本ってお前もエロ本好きなんかなと思ったじゃないか。俺の処理しなあかんエロ本が2冊増えたかと思ったんじゃないか。ああ、おにぎりじいさんどこや。え、まだこんなんいるやつや。おにぎりじいさんからもらうやつなんかな。そんな気がしてくれ。いや、おにぎりじいさん本や。あはははは。なんか俺お使いさせられようやけど、初めてのお使いさせられようやけど、もう誰にもないしょでお出かけなのよ。あ、こいつか。うん、おにゅん。あー、なん、返してくれって何だお前。何を返せって言うんじゃ。教えろや、せめて教えろや。何返せって言うか。大福、大福、桃大福。じじい、自分で渡せや。距離近いやろうが。距離近いやけん自分で渡せや。歩けんほどに年置いてないやろ。あー、肩もむきとかいう重いもんを俺に運ばせるな。運ばせるな。昆布のじいさん。
こいつら貸し借りしすぎだろうが。つうかちゃんと貸し借りしたんだったら自分で返せや。自分で返せや。あいつこいつじゃないわ。こいつじゃ。よりによって一番遠いやつや。一番重いやつを一番遠いやつに。うん、もうないやろ、いけるやろうが。ああ貸し借りしすぎやっちゅうに。カリカリしすぎじゃお前ら。梅じいさん、梅はうまいけどさ、スーパーでうまいけどさ、これはないんちゃうか。貴様またか。おにぎりじいさん、おにぎりじいさん、おにぎりおにぎりちょっと詰めてよ、お前詰めて、お前ら距離詰めて、詰めて距離詰めて、詰めたらちゃんと渡せるでしょうか、自分らでも。まだあるんかいな、まだあるんかいな、昆布じいさん、じいさん、これで最後にしてくれ。ああ、なんか襲いかかってきた、なんか襲いかかってきた、何が悪かった、何が悪かったんすか、じいさん強いわ、じいさん連打強いわ、じいさん、じいさん、じいさん、ジーザスや俺は。フレンダーはもう戦うわ俺は。じいさんは反抗してやるわ。あー連打力強いな、じいさん、じいさん倒せるこれ。あー連打力高いぞじいさん。俺何が間違っとったんじゃ、俺は何が間違っとったんじゃ。え、昆布じいさんこいつだろ、やけ昆布じいさんに渡してくれ言われたのに、なんか逆折りされたんやけど。俺お前らのためにせっせと働きよったのに。お俺それこそさ、俺お前らの奴隷じゃないっつうの状態だったんやけど、何も分かったんや。ヒーリング、やばい、こんなイレギュラーなやつが連れ返しに来るとは思わなかったもん。侍神経使えねえ。え、侍神経1回しか使えんのこれ。そんなズルなし、そんなズルなしや。倒した侍神経使えんとか、もう今後全然使えんようになるとか、あなた厳しいぞ。俺ラスボスに使いたかった、そんなことならラスボスに使いたかったよ。忠告してくれよ、これ1回しか使えないよみたいな忠告してくれ。4回切りつけるやけ1回使いたいなってみたい。ずるいよ、そんなずるいよ。何あれ、何あれ、3個もいるん、絶対3人、3個って3人おるやん、じじいの3人おるけんさ、もうフラグでしかないやん。なあお前はん、いやよくも仲間やりやがったな、言いたいやん。なあ、武道派のやつが出てきたよ、武道派のやつが。結局全員戦うんかいな、やばいな。ああ間違えた、間違えた、回復対象間違えた、死ぬー。あーあああ、終わったやん、フレンダーやられてもだやん、やっちまった、もうやばいわ、やばいやばいわ。あーあ、まあセーブしてないのに、セーブしてないのに、ああ、あ、泣いてくるこれ、絶対泣いてくるパターンのやつや。終わります。ふぅ、やっとが変わった。